やっほー、安部かや子です。ちょっとタイトルと、あと、サムネでびっくりさせちゃったかもしれないんですけれども、私、セカンド写真集を発売します。イエイ。そんなになんかびっくりさせてしまう内容ではなかったかもしれないんですけれども、私個人的にはとってもそのビッグニュースなので、ぜひ皆さんに報告したいなと思った次第でございます。タイトルは「花」ということで、私の名前から一文字取って「花」というタイトルにしました。それと発売日は2024年今年の3月25日です。いろいろ話したいことはあるんですけれども、一番はその手に取って中身をたくさんの人に見てもらいたいっていうのがあるので、お話できることとできないこと、ちょっとずつ中身にも触れていけたらいいなと思っております。では早速レッツゴー。ということで、表紙とかはもう公開はされてるんですけれども、今回撮影地は韓国のチェジュ島、あと韓国ソウルとか本土も回りました。撮影日がね、もうね、2泊3日とかでスケジュールの都合で、それで何百ページって埋めなきゃいけないから、間に合うのかっていうのが 本当にずっと課題だったんですね、3日間。でもドタバタで、満喫する時間は正直あんまりなかったです けれども、食事をね、結構ちゃんと食べたというか、食べたかったものが食べられたので、そこは本当に良かったなと思いました。今回、結構その最初から最後まで一冊の本が仕上がる過程に、私の意見も入ってるんですね、いろんなパートで。で、まず撮影地韓国がいいですっていうのも、私が行きたいっていうふうに言って韓国にしてもらって、その撮影のクルーに関しても、いつも本当に一緒に仕事をしている信頼できるクルーのみんなと一緒に行けたことも本当に楽しかった、幸せだったし、内容についてはロングインタビューみたいな感じで、写真集の中にインタビューページがあるので、そこで詳しく見てもらえたらなと思うんですけど、本当に忙しい中でも楽しい撮影だったなっていうことはもう間違いない。で、1冊目に、写真集を出したんですけど、その時よりも、時間も経ってるっていうのもあって、だいぶ違う一面が見えるんじゃないかなと個人的には思ってます。ちょっとカラーも違う一冊にしたかったので、もしよかったら、そのセカンドを機にファーストに戻っていただくもよし、セカンドのみでもいいんですけど、ファーストも見てもらえたらいいなと思っております。成長を一緒に見てくれる感じになったら嬉しいなと思っています。で、韓国、なぜ、私チェジュ島に行ったことがなかったんですね。なのでチェジュに行ってみたいですっていうことを伝えたんですけれども、美味しいものはね、カニ鍋を食べました。なんて言うんだろう、なんて言うんですかね、カニの鍋と、あと なんだっけな、カニ味噌にご飯をつけて食べるみたいな カンジャンケジャン、カンジャンケジャンだっけな、を食べまして、本当に美味しかった。初めてちゃんといただいたんですけど、でもね、本当ごめんなさいね、ごめんなさいなんですけど、私がその一通りその鍋を食べてる最中に一番美味しかったものは、締めのインスタントラーメン が一番美味しかった そのカニの出汁とか、味噌とかを全部、そういうのが全部出てるその鍋で茹でるラーメンが本当にびっくりするぐらい美味しかったんですよ。もちろんラーメンそのもののポテンシャルもあるとは思うんですよ。思うけど、そのとにかくカニの味がして本当に美味しくて、あれをまた食べたいっていう気持ちです。食に関しては本当に本場のものを
結構満足にいただけたなという感じがします。まあそんなことしてるから時間がなくなっちゃって空港を猛ダッシュしたりとかあったんですけどなんか結構韓国の空港って日本人多いから目撃されてたらめっちゃ恥ずかしいなっていう気持ちはある。誰にも見られてませんようにっていう気持ち。あとあの空港で食べたなんかなんだフレッツェルみたいなやつがすっごい美味しかったので、なんか機内食食べてるからお腹はそんなに減ってないんだけど、もうその甘い匂いに誘われてこれは食べずにはいられないっていう感じになってみんなで食べたんですよ。クルーともうすっごいそれが美味しかった。なんでこれ日本にないんだろうっていうくらいに美味しかったです。結局空港にしかなくてそのお店が、あ、わかんない、私の調べ方が悪いのかも。そう、そこでしか食べられなかったんですけど、なんかあとそのお部屋も私が一泊目に泊めてもらったお部屋が撮影で使うのでっていう理由もあってスイートルームだったんですね。すごくいいホテルの、もう持て余しちゃって本当に広いベッドでちょっと寂しかったんですけど、なんかあのベッドの上からカーテンがね、お部屋のカーテンが自動で開け閉めできるボタンがあったんでそれを5回ぐらい開けたり閉めたりしてそこだけ楽しんだ。あと私がどうしても今回衣装も結構まあその何百着って用意してもらった中からもちろん構成を考えてみんなで衣装を決めたんですけど、私の意見も入れてもらったんですね。で最後にどうしても一着特別な服を着たいっていうことをお願いして、今回ちょっとそのドレスでの撮影があったんですよ。それが本当に素敵な写真に仕上げてもらってます。なんか今回本当にその一冊を通して言えることは本当に自信がある一冊ですっていう、まあ、もちろんメイクさんやスタッフさん衣装さんいろんな人の力を借りて自信のある一冊に仕上げてもらったことは間違いないんですけど、本当にどのページもあ、撮ってよかったなって思うページになってるので全部を本当に見ていただきたいなって、何回も見てほしいなっていうふうに思います。でなんか私あのこの撮影でヨガをねちょっとやるみたいな、ヨガポーズをやるみたいな聞いてたんで2週間くらい前からちょっとだけ練習してたんですよ YouTube で。まあ硬いまあ体が硬い。でも結局2週間ではどうにもならなくてそのまま行ったんですけど、まあ硬いです。本格的なあのなんかあるじゃんこういう、だからさ誰もヨガやったことないクルーだったから、あのどういうポーズあるんだろうねとか言って画像検索とかして、えこれはどうとかこのポーズはどうって言いながらできるやつをやっていくみたいな感じだったんで、そんな難しいポーズは披露してないんですけど、なんか途中からヨガじゃなくなったなっていう気もするんですけど、まあそういう撮影もしました。とにかく愉快なクルーなのでみんなが、それもあって本当に楽しい撮影でしたね。なんかすごく体を絞っていったとかそういうことは本当にないんですけど、まあ今のありのままの私を、ありのままっていうか決めてる私も、ただ笑ってるだけの私も、本当にいろんな表情が詰まってる一冊だなと。ここすごいって思ったのが、あのミュージアムに行ったんですよ撮影で。そのミュージアムの写真が本当にどれも映えてて、かなり選ぶ時に苦戦しました、悩み抜きました。とにかく全部の写真はもちろん載せられない、とんでもないページ数になっちゃうので、だから本当に選ぶのが苦しかったぐらい全部がなんか私が映えてるっていうよりもその写真としてすごく映えてて素敵な場所だったんですね。なんでそこはすごく思い出に残ってるし、うん、写真大事にしたいなっていう風に思います。写真の選別も私も加わらせていただいて、そうですね、お買い物もね結局ちょっとできたんです。20分くらいたので、20分で本当に私を囲んでる4軒くらいのお店しか行けなかったんですけど、とにかくお土産買わなきゃっていうねのがあったんで、私大体海外行くときスーツケース半分開けてくんですけど、あの半分は荷物を入れて、で半分はまあ現地でこうゴミになるもの、食料だったりカップラーメン必ず持ってくんですけど、カップラーメンだったり、まあ、空にできる状態で行くんですけど、行って
でお土産を詰めて帰るので、その半分は埋めなきゃっていう気持ちだったので、ものすごいわけわかんないぐらいの量のお菓子買って本当にね8割ぐらいお菓子だったかな。でまあみんなに本当にもう配っていって、でもあとワンちゃんの服とかもすっごいお買い得だったので、犬の服買ったんですけど、なんか全然着てくれなくて、実家の愛犬がちょっとまだ一回も着せてないんですけどまあなんかお買い物もまあできたから、総じて今思えば慌ただしかったけれども、やりたいことは全部できたなっていう感じでした。楽しかったですね。なんかその今は撮影しませんみたいな時間がほとんどないというか、何してても写真を撮りますっていう状態だったので、素が本当によく撮れている。私が笑わなきゃと思って笑ってるんじゃないというか、本当に笑いたくて笑ってる表情がたくさん入ってるかなっていうふうに思います。本当に自信のある一枚にみんなの力を借りて仕上がっているので、よかったらファースト写真集、セカンド写真集両方見ていただきたいなと思っております。で、発売についてはイベントをね開催することになっておりますので、そちらにもぜひ足を運んでいただけたらなと。まあその直接感想を聞く機会もなかなかないかなと思うので、いろんな感想を、嬉しい感想を聞けたら本当に幸せだなと思っておりますので、そちらにもぜひいらっしゃってください。お待ちしております。そして今回撮影のオフショットといいますか、ドキュメントを YouTube の方で公開しようと思っております。裏側っていうんですかね、はい、を公開しようかなというふうに思っておりますので、ぜひ、まあその私はどっちが先でもいいと思うんですよ。 YouTube を見て、あ、写真集買ってみようかなって思ってくれるのももちろん嬉しいですけど、できれば写真集を買った後に裏側を見ていただく方がどっちも楽しめるのかなと、なんとなくですけどね、なんとなくそう思っているので、はい、そっちも見てください。ぜひ公開されます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。